シリアのアラックのボトル水が混ざり白濁したアラックアラック、あるいはアラックは中近東、特にイラク、シリアを中心とし、エジプトやスーダンのような北アフリカ地方などでも伝統的に作られてきた上流種。アラックはイスラエルやパレスチナにおいても入手可能である。アラックの名称はアラビア語起源である。アラビア語のようなセム語派の言語にはシーン部分が語根となり、 母音部分が入れ替わることで意味の派生が起きる特徴がある。アラクの語根 RQ には汗が滲み出ること、少量の水の意味があり、もともとアラク単体で上流や上流物を指していたと思われる。ここから派生した酒に水を少々混ぜるを意味する動詞が中、または RA、中でアラクの名称はここに由来する。トルコ語ではアラックから派生したラクの名で呼び、 ギリシャ語では、同系統の上流種をウーゾと称す。英語では、アラック、アラック。スペイン語では、アラック、イラッカ。ポルトガル語では、ラカ、ロク、オーロケ、ラックと綴る。1330年に、元朝の印前太い、骨子系が表した料理書、印前西洋第三巻、酒に、アラキ酒という買い方からもたらされた上流種が紹介されている。これは、 アラックの看護音者であり、13から14世紀には名称を含めてモンゴル高原や河北に伝来し、広く愛飲されていた。モンゴルでは家畜乳や穀物由来の上流種ある日として現在に受け継がれている。これが日本にはすでに江戸時代に長崎経由で輸入されており、荒木、荒キと書いて荒キと呼んだ。もともとは夏目足やブドウといった。 中近東乾燥地帯原産の糖度の高い果実を発酵させてから上流した酒であるが、イスラム文化の拡大とともに、中近東の上流技術が各地に伝播し、その土地の伝統的な様々な醸造酒を上流して、地域色豊かなアラックが作られるようになった。例えば、インドやスリランカ、マレーシアなどでは、米から作られた醸造酒や、 ヤシの下水を切断して採取した樹液を発酵させたヤシ酒を蒸留しアラックを作る。ヨーロッパにも伝えられ、フランス王家のプルボン家では砂糖キビを原料としたアラックを作っていた。アラック、あるいはアラック系統の蒸留酒の中には、ニガヨモギなどのハーブ類を醸造時、あるいは蒸留時などに加えて香りをつけるものもある。アルコール濃度は加糖してある。 低品質のものでは10%以下、高品質の濃いものになると60%近くにもなる。アルコール度の高いものは氷を入れずに水で割って飲まれる。アラックそのものは無色透明だが、水で割れると非水溶成分が積出して白濁するため、死子の父の別名がある。メゼという軽食をつまみながら飲むことが多い。 あまり水を加えすぎて重たく白濁すると一緒に飲んでいる相手が縁起を担いで敬遠するという習慣を持つ地方もある。かつては宗教的儀式の際にリュウマチや全息を治癒すると信じられて使用されていた上2009年にはバリ島でメタノールが混入したアラックを飲んだことによって23人が死亡する事故が発生したため在ンパサール日本国総領事館が 在留法人への注意の旨を公式サイトに載せていた。ありがとうございます。